シャロームダージャハオチョネミダ天国家ウジンでございます。今日も天国講座でございますけれども、今日はね、印材の最大限活用する方法っていうのね。んで、この印材ね、例えば練習の時に、印面ここに一個だけじゃん。昨日彫ったこのこときって、この印面普通はね、ここだけ彫るんですよ。だけどね、あのー、練習の場合だと、このこっちの面ね、 一面あるでしょでであとと反対側に掘ってもいいと思うので僕よくおすすめするのはあの1個掘って気に入らなかった場合、えー、絶対削っちゃダメなぜかというとしばらく時間経つと意外にそれあれ良かったんじゃないって思う時があるわけよでそれで削ってしまうともう二度と同じものは掘れないわけねんでそれで微妙じゃん例えばもう 0. コンマ何ミリずれただけでなんか特に小さいやつとかだとさあとちょっとこっちをしたかったで前の方は寄ってたんだよなっていう風な感じでもう二度と同じものは

でで掘れた場合でも多少ニュアンスは変わわってきちゃうわけだから、一回掘ったものはもう二度と掘れないと思って、えー、ね、掘ったばっかりの時ってのはやっぱりね、荒がよく目立つわけですよ。もう残念ながらね。うわー、見たくないって、それで削りたくなる気持ちはわかる。わかるんだけども、そこをぐっとこらえて、えー、とりあえずうまくいかなかった反対の面に掘ってください。で、大体においてね、一発目の方がいいんだよ。本当はね。だけど、荒しか見えないから、それ嫌なんだよね。でえー、だけど我慢して で、えー、2回目は裏に掘るということね裏に彫るほら印材だとさこう,う1面2面あるわけじゃん裏に掘ったらいいんですよそれで裏に掘って比べてどっちがいいかなってまた気に入らなかったらもう1個掘ればいいわけであってで絶対 絶対これはね、削らない方がいい。方がで、もう一つのね、えー、活用方法としては、大体いい印材っていうのはね、5センチぐらいが今主流。まあ7センチとかもあるんだけど、今あんまり売ってないよね。この5センチね。えー、5センチはあ、これね、実はね、印材簡単に切れます。で、今日は何やるかというと、この印材を半分に切る方法。 簡単なんです、ね、えみんなこれ切るの大変だろうと思う印材に、ね、切るの大変だろうと思うけれども簡単です何かって言ったらもうノコギりがあればいいんですノコギりがうんあのね糸の子とか色々あるでしょ糸の子でも何でもいいんですでもね普通のノコギりの方が早い,あ,いあのね電動のバーってやつがあればあそれがねマキタとかなんか料理とかそういうのがあればいいんだけれどもうもうこれ簡単です特にちっちゃいやつだったらこれが12ミリ10ミリなんてあっという間に切れますんで今ちょっとやってみるからえよかったら参考にしていただきたいとうん で僕はもうこのね、えー、いくらぐらい500円ぐらいで買える100円ショップでもノコギリ売ってるからねもう糸の子でも全然切れますんで、えー、ということで、えー、印材を切ります今日はよかったら見てくださいではどうぞ てな感じでですね、えー、この昨日彫った印材をね、えー、切っていきますけれども簡単もう別にこんな見る必要もないねもう簡単に切れるんだよっていうのをね、えー、証明するだけの動画だからまあ普通の木材切るのと一緒ですまあね本来ならねこれね えー、長さを測って半分のところでチェックすればいいけどもうめんどくさいからそれもしませんもう真ん中でズバッと切っていきますこれ曲がっちゃってもいいから曲がっちゃったら後で直せばいいだけの話だからもう要はね、えー、簡単に切れるよっていうのを見せたいんで最初ねやっぱり、えー、あのー、ね男の人はね、あのー、今はね家庭科 家庭技術って言ってて言、えー、技術家庭の授業ではさ男女一緒にね男の子も女の子もやるんだけど昔中学校の時ね僕なんかの時はね男は技術で女の子は家庭科だったわけですよだけど今の若い人たちは女の子もね技術やるからノコギリの使い方とかわかるかもしれないけど昔の人はねもうねノコギリなんてもう,もう日常茶飯事で使ってたから簡単ですだからもうね軽く傷入れますよいしょ。 こういういにね、えー、軽く傷入れます。ここ傷入れないでやるとあのバリバリやってると線がいっぱい増えちゃうから多少傷つけてからあもうあとはよいしょよいしょそれに沿ってまっすぐ切るだけでこう台をつけてねこうやってねこの台をつけないとこ,のここまんま,まんまやるとやりにくいからなんか台を置いて、えー、乗っけて空中に浮かしてから切ると。うん でここすしずす筋をつけたらもうあとはできるだけ曲げないようにねでも曲げても後から、あのー、直せばいいから、うん、ねはい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 これ結構粉出るからそれだけ下になんか引いとかないと粉だらけになっちゃうから机の上がね。 まあ本当はなんか抑える道具があった方がいいのかもしれないけどもそんなに気にしないでほれ早いでしょもう半分いっちゃった 切りました今ちょっとザバッとやったからね、えー、ここのところがこうバリッとなったけれども簡単に切れるでしょめっちゃ簡単ですあとは陰面をここを整えるだけここは耐水ペーパーでも何でもいいからね放った後に今本当はもうちょっと半分ぐらいいった時に反対側からちょっとやってあげたりしたらこういう風に バリは出出ないいいんだけれどもももうバリが出てもいいです要はこの動画は何かっていうと石は簡単に切れるんだよっていうことを証明するだけの動画なので切り方はね、えー、いろんなあ人たちが「いやそんな切り方ダメだよ」って言うと思います言うと思いますがあのー、ごめんなさいって <laughs> ねこれで平らにしていけばほれもうこれで平らだからね じゃあこっちもはいこうすると何がいいかというとですね、えー、さっき言ったようにこれがこうくっついてたわけじゃない、えー、でこれがあの1面2面しか掘れなかったのが今度は 1>, 1面2面3面4面と1本の印材で4回楽しめるもっと言ったらこれもうらに半分にしちゃってもいいからねでこのまま短くてもっと掘れないじゃんという場合はこの印象というのがありますこういうね、うん、天国台これに挟んでしまえばこういう台があるからこれにこうこれねこうやってねじがついてるからねじがついてるのでこれで。 挟んでしまえばほらこれでねこうやって挟んでしまえばこれでもここで掘れはいはい掘れます掘れますだからこれさらにこれをこの長さをさらに半分にしてここの短くした場合でもこのぐらいの長さだったとしてもこれは挟めばこれいけるでしょ ね、手で持つのはなかなかちっちゃいときついからねこれで掘ればさあ何面掘れ,掘れるかというとこれをさらに半分に切るでしょ半分に切るとすると1面2面3面4面5面6面7面8面と8面掘れてしまうというね、えー、超お得な使い方、うん、最初の頃はね、えー、そんな感じでいいと思います、あのー、昔のね人ね結構印材短く使ってる、うん、ちょっと待ってね これが古い印材て結構印材が貴重だったと思うんだよね。ほらこのぐらいこれでしかも両面こう彫ってんだよ。ほら、ね、こっちとこっちでもう押すのは結構大変だけれどもあの短いとさ押すの大変だけれども、あのー、印材がね結構貴重だった頃はこうやってね、えー、短くして、えーね、これだってこれの。 これの半分はさらにはちょっときついかもしれないけれどもこのちっちゃいのでもほらかわいいでしょこのぐらい <laughs> かわいいよねごとし これ,これなんかこれちっちゃいのだとこれだと押しやすいから、えー、てな感じで、えー、印材はどんどん切れますそれでまあ、まあ、ホームセンター行ってノコギりない人はねホームセンター行って普通にこんなの買えばね大体、えー、いい1,000円も出さずにして、えー、買えるんじゃないでしょうかまあ1,000円2,000円でももうそれで何回も切れるからね、うん、でそれでやっぱりね糸の子よりもねこういうね普通の 普通のノコギリの方がね、えー、僕はね、早く掘れて、あ早くけ、えー、切れていいなと思います。ということで、今日は印材をお最大限活用する方法、印材切っちまえという話でしたあ。よかったらね、参考にしてみてください。試していっぱい切ってください。えー、そうするとね、印材ね、切ってるとね、硬い印材とか柔らかい印材とかがね、だんだんね、分かってきますんでね、えー、それでまっすぐに切る練習、ね。これちょっと長さがだいぶ違うけれども、揃えてもいいし、長さ変えても 美味しいさらに半分にしてもいいと、えー、そういう話でございましたではではまた次の動画で会いましょうチェチェンバイバーイ